サイクロンエンジンとは、三菱自動車工業が開発したエンジンの名称である。なお、本項では、サイクロン V6 についても述べる。1986年2月3日に、ギャランシグマ、エテルナシグマ、ミラージュ、ランサーフィオーレに搭載したことが初出である。後に、デリカスターワゴン、デリカエクシードなどに搭載された。1988年に三菱、スタリオンのエンジンが G63BT から G54BT に換装された際にも、この名称が使用された。その後、ギャランシグマ、エテルナシグマとデボネアに V6 を乗せ、軽のミニカやミニキャブには 550cc の3気筒エンジンを乗せた。なお、サイクロン V6 は、米国、クライスラー社や韓国、現代自動車へも供給された。バルカンエンジンやシリウスエンジンなどの時代とは異なり、サイクロンエンジン搭載の場合、竜巻のイラスト入りステッカーを一時クリアガラスに貼り付けていた。ミニキャブトラックサイクロンとギャランテンのステッカー 3G81 ターボエンジンのヘッドカバーに重複されたサイクロンロゴ G54 バイトターボエンジンにも同様のステッカーが重複された。シリンダー内に竜巻様のスワールを発生させることを特色とする同社の既存の MCAJET をさらに改良させたサイチェ C2 バルブ、多球形燃焼室、シングルポイントまたはマルチポイント電子制御式燃料噴射を基本とする。スワールの発生をジェットバルブのみに依存していた MCAJET と異なり9気ポート形状を改良することで必ずしもジェットバルブを用いなくともスワールの発生が行えるようになっている。これにより、旧来の MCAJET の弱点でもあった、導弁系の構造の複雑化や完成荷重の増大要因であった、二股のロッカーアームや、ジェットバルブ本体の高回転時のバルブサージングの問題が解消したため、環境性能と同時により高回転、高出力化が図れるようになった。当初は他社の DOHC4 バルブペントルーフ型燃焼室に対するアンチテーゼを持って登場したが、ターボや 4WD などに見られた当時の同社の販売戦略であるフルライン路線の一環として広められたキャッチコピーでもあり、4D6 型や 4D5 型などの前述の技術体系とはあまり関連性のないディーゼルエンジンや 4G3 型や 4G6 型のように系列内でサイレントシャフト及び MCA 技術の採用を示す BK 版を持たない形式番号のエンジン G54 バイトターボのように純粋に MCA、JET 技術のみで構成されたエンジンにもサイクロンが名付けられていた。こうした事情が存在した上に、後に 6G7 型や 3G8 型などエンジン系列のペットネーム自体がサイクロンであったものが DOHC を含む1、気筒あたり3から5バルブのマルチバルブ方式に発展したこともあり、次第に名称の存在意義は失われていき、同系列のエンジンを除いては、サイクロンの命名は廃れていった。なお、サイクロンエンジンの大規模な販促活動が収束した後も、主に商用車や海外輸出向けの廉価なサイチェ C2 バルブにおいては、ジェットバルブが配された多球形燃焼室という形で、サイクロンエンジンが確立した概念そのものは残り続けている。太字は系列の愛称そのものがサイクロンであったものである。ありがとうございます。